早速ですが、最初に一つ皆さんにお願い事があります。今から30秒間目をつぶっていただいてもよろしいでしょうか。最初に瞑想をします。何も考える必要はありません。ではどうぞ。ありがとうございます。目を開けてください。今日は今皆さんの頭の中に浮かんでいた雑念を一瞬で消してしまうアイデアを紹介します。そのアイデアを実践すれば、普段から僕たちの頭の中に浮かんでくる言葉や考えなどの雑念は一瞬で消え去って、そしてより今という時間を大切にできるようになります。もし今何も考えずにいられた、全く無の状態でいられたという、まるでお釈迦様のような方がいらっしゃったらですね、僕のプレゼンの間は寝ていただいても大丈夫です。気持ちよさそうな、ね、ソファーもありますので。でも逆に普段からこう考えたくないけどいろんなことを考えてしまうとか、悩み事とかあるとそのことでも頭がいっぱいになってしまって、もうね、頭がもう堂々巡り、言葉が堂々巡りっていうことがある人は、きっと今日お伝えするアイデアは、お役に立てると思います。そのアイデアはとてもシンプルです。それは、ジブリッシュと呼ばれるチンプンカンプン語、デタラメ言葉です。口から出まかせの全く意味のない言葉を話します。ふざけたアイデアだと思われるかもしれませんが、でも実はこの意味のないことに意味があるんです。そのことについては今日実際に聞いていただいたり話していただいたりしたらですね、分かっていただけると思います。最後、今日は皆さんにも実際にジブリッシュを話していただく時間を設けているので、楽しみにしていただけたらと思います。その前にまずどんな風に実際にジブリッシュを話すのか、また日常でどんなふうに活用できるか、それから、どんなふうに遊んでね、楽しめるか、そういうのをまず見て聞いて楽しんでいただけたらと思います。プロペチマテカパラデシテポロテマセテポロテカティプチマラデポスプカラデシティオプラネバチパカラデパセテパラデトシュフォレンディピシパカラデアバラネシャカラデセテアンベセドゥスペルディカサパラディカアマデセルバカセオマセテポレディカパディパラディカシマデオベルネカサテラマセラジョロフェンディセポコラデバセディパラディバセティカラネメンこれですハハハハ。今僕は意味のない言葉を話していました。でも普段僕たちは意味のある言葉に囲まれて生きています。特に今情報化社会、時間があったらスマホ、パソコン、ね、LINE、Facebook、インターネット、いつでも言葉があふれています。とっても便利なんですけど、でも言葉があるっていうことは常に僕たちの脳はその意味を理解しようと勝手に働きます。これ怒るって読んだ人いないですよね。僕たちの脳はですね、勝手に読むんですよ。もう言葉があったら勝手にその意味を理解しようと動きます。ということは、これだけ情報が溢れている社会に生きているということは常に脳は働かないといけません。だからもしかしたら僕たちの脳は少しお疲れ気味かもしれません。ジブリッシュを話すということはその脳を休ませることにつながります。チュルメデカパラテパシコットパラデパカラパチコパラデ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 と話しながら何かを考えるって絶対できないんですよね。そうなんです。ジブリッシュを話すと逆に全く何も考えられなくなってしまうんです。さあ、どんどん脳みそほぐしていきましょう。
今度は数字でジブリッシュです。数字で会話をします。ただ今日は今登壇者一人なので、劇のような形でお見せしたいと思います。数字で告白、花束をプレゼントしてみたいと思います。34、59、265、34、65、51、295、33、6億5,003、44、59、63、31。くだらないですよね。このね、くだらなさがこのジブリッシュの魅力のまた大切なポイントなんですよね。どんどんいきます。じゃあこのジブリッシュを普段僕はどんな風に活用しているのかっていうのをここで、紹介したいと思います。実はですね、このジブリッシュストレス発散に使えます。感情を出すことができるんですね、これを使うと。ですからですね、生きているとまあいろんなことあるじゃないですか、辛いこととか。そういう時にですね、こうやって出すんですよ。あー、バラネーションバカラでまして、いやこれ本当ですよ、本当にやるんですよ、ね、でやるとまず一人でやってる自分に笑えます。で次は変わります。次はね、普通にスッキリして出します。あー、バラネーションバカラで、はあ。で3段階目、そもそもあんまり感じなくなりました、抑圧感情というもの。皆さんも普段、思いっきり泣いたり笑ったりしたらすっきりしたっていう経験、ないでしょうか。あれを心理学ではカタルシス、感情の浄化作用と呼びます。でジブリッシュは実はその感情の浄化作用を気軽に行うことができるんですね。で逆にそれができないと自分の中に抑圧感情というものを溜め込んでしまって、いつかもう嫌だとなって周りの人に当たってしまったり、物に当たってしまったりっていうことになります。皆さんもね、普段生活してる中で急に誰かにね、当たられたこととかないですか。当たる方かもしれないですけど、ね、きっとそういう経験ってあるかなと思います。でまだね、そうやって出せたらいいんですけど、本当に出せないとですね、自分の中にまた溜め込んで、それが体の症状として病気として出てきてしまうということもあります。でも安心してください。ジブリッシュを話すことができればいつでも好きな時に小出しに、または一気に自由に出すことができるんです。でね、実際こうやって出してしまうと案外すっきり、頭もすっきりするものです。それから案外その困ってた物事自体も感情を出してしまうと意外とこうすんなり受け入れられてる自分がいたりもします。今日はこのジブリッシュを皆さんにもぜひ体感していただけたらと思います。で今からですね、立ち上がっていただきたいと思うんですが、その前に一つお決まりごとをお伝えしたいと思います。それはですね、日本語および意味のある言葉を使わないということです。日本語を使うとですね、すぐにまた理性的な、論理的な思考、意味をすぐ考える頭にね、戻ってしまいます。でそうするとそれがね、ブロックになってしまって、すぐまた考えるのに戻ってしまうので、今日は関西ですがツッコミもなしで、ね、お願いできたらと思います。もうすでにね、ツッコミどころ満載だと思うんですけど、はい。ということで、じゃあ皆さん一緒にね、まず体験してみたいと思います。では立ち上がってください。立ち上がっていただくのも意味があります。なぜかというと、体と心というのは連携しているからです。体が硬直していると心も硬直します。でも体を動かしていけば心も動いていきます。ということで皆さん、もうね、体ちょっとほぐしてくださいね、はい、自由に動かしてください。でこれから3段階ステップを踏んでいきます。1つ目が口パクでジブリッシュ、2つ目が小声でジブリッシュ、そして3つ目が普通にジブリッシュです。まずは口パクからやっていきます。顔の体操と思ってください。ウォーミングアップですね。顔の体操、とにかくまず口をいろんな形で動かします。でこれに手を添えるとまるで喋ってる感になります。
じゃあ皆さんまず、ね、口パクで一緒にですね、ちょっと体操と思って一斉にこっち見てやってくださいね。横の人と目が合うと恥ずかしいと思いますお気持ち察してますからね。はい、じゃあこっちを見て一斉にいきますね。顔の体操です。いきますよ、せーの。いろんな形でとにかく筋肉の体操と動かしてください。手を大胆に動かします。あ、いいですね、いい感じ。そうです、はい、ありがとうございます。これが一つ目。次が小声でジブリッシュです、ね、皆さん初めてだと思いますんで、あのちょっとどんな風に出せるかね、試すような感じで。聞こえるか聞こえないかぐらい。パシャパカラネポコチョパカネポカいいでしょう、このくだらなさがじゃあ皆さん試してみてね。いいですか、横見ちゃダメですよ、こっち見てくださいねいきますね、はい、いきますよ、せーの。パシャパカラでパカシャパカラでパシャパカラでパシャパカラでパカラでパカシャパカラでパシャパカラでパカラでパシャパカラでパシャパカラでパシャパカラでパカラでくだらなくて笑ってる人いますねはい、ありがとうございます。大丈夫です、皆さんだいぶいい感じになってきました。もう少しね、表情をまた動かして、あ、表情と手と動かしていくとよりで、あの面白みが出てきますね。ではそのまま今度は普通にジブリッシュを出してみてください。今までと一緒です、横の人は見ないでね勢いよく出してみてください。いきますね、はい、では行きましょう、せーの。アパラデシュパカラデパシュトパラデパカラデパシュプトプルネマシュプルデパテパルネマシャテカラデポシュトパラデパカステテプルデピテパルネマシャカテパテポウセパラデポオブルデパカステアルマシテパルデパシュパルオパルネマシャテガルネアパルネパセテアムリデポシュパオパラデパシャパカラネマシテはい、ありがとうございます。いや、いいですね、皆さん素晴らしい素晴らしい、はい、皆さんが拍手をするということはもうちょっとしたいのかな。せっかくなんでこれね、言葉の壁を越えるんです。 TED のコンセプト、交流も入ってましたよね。周りの人とこれで会話をしてみましょう、ね、でね、これポイントはね、話してる感じでいいです聞いてる感じでいいですね。何言ってるかわからないですから。ではちょっと、周りの人ね、チラチラ見ながらちょっと会話楽しんでみてください。では行きましょう、せーの。アプラネマシャパカラネモシュパテパラデパシャカデラセテペルデシュパカブレニメシュアブレニマサテポテダセラペティパラネカシャパラデバセテオパラメシャパカラデポセティペルデバシュパカラデパプレディポシュポカディプレネマセテプレディポシュパあいや素晴らしいです本当に。でもしかしたらですね、今苦手だったっていう人、それから、ちょっといろいろまだ考えてしまったっていう人がね、いるかもしれないです。で安心してください、あのそれが普通なんで、ね、こっちが異常みたいなね。でも異常ではないですよ、言葉を覚えるまでは、ね、皆さん同じことをしてましたから、で苦手だったとしても安心してください、苦手だったという人でもですね、この回数を重ねるうちにあのハマっていった人もね、いっぱいあってきたんですよ今まで。僕は普段ノビーと言われることが多いんですが、ノビー私もうジブリッシュやめられないわいっぱいあってきたんで、何かね感じるものがあったり、こう引っかかる、ね、ものがあったら家で、自主練をしていただけたらと思います今日僕がお伝えしたアイデアというのは、一瞬で雑念を消し去ってしまう方法としてのジブリッシュでした。しかし誤解しないでください、考えなくていいとは言っていません。僕が考える雑念がある状態というのは、考えなくていいことを考えている状態です。生きてたらいろんなことあります。辛いこと、悲しいこと、過去の後悔、将来の不安、いろんなことが湧いてきます。それはその都度、ね、真剣に考えたらいいと思うんですけど、ただそれをいつまでもだらだらと引きずって考えたり、
いつまでも深刻に考えすぎたりして、いつも意識が過去とか未来に行ってたら、それってすっごいもったいないなって思うんです。だって生きてるのは今ですから。皆様もジブリッシュを話すことができます、ね、頭が雑念でいっぱいだったらいつでも出してください。心がねモヤモヤしてたらいつでも出してください。そして本当に今自分が考えるべきこと、本当に今自分が大切にしたいって、本当に今感じることを大切にしてください。それが今を大切にするということ、今を生きるということだと思います。ではね、出発からでありがとうございました。